ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。今回はモダンホライズン3で登場したヤバすぎるデッキについて解説していきたいと思います。先日東西モダン最強決定戦も開催され、来週はモダンでプロツアーということで、今モダンが熱いということで早速やっていきましょう。最初に紹介するのはナズーコンボです。あまりにも騒がれすぎてもういいんじゃないかなと思うぐらい話題になっているのがこのデッキ。発売直後真っ先に結果を出し、そのまま東西モダン最強決定戦東エリアで優勝ということで、その実力を証明しました。対象に取ると土地当て札を増やすことができる有力の英知などと、ゼロまで対象に取れる趣向組み合わせ、ライブラリを全て掘り進めて勝利するコンボ。このデッキのヤバいところは3キルが安定してできるところ。有力の英知などを絶対に倍出したいので、サーチする召喚の調べは4枚フル投入。さらにコンボが決まればそのターン中に勝利できるので、次のターン4マナ払わないと敗北する召喚師の契約まで採用されています。また初期型では単体で弱い趣向の枚数を抑え、石火事の神秘化でサーチしてくる形をとっていましたが、現在はとにかく最速でコンボを決めるために石火事は採用せず、趣向4枚とウルザの物語で揃える形に。このデッキはナズーを対処してもアドバンテージが取れる上、コンボを決めなくてもウルザの物語のトークンでプレッシャーをかけるなどの攻め方ができるのが強み。ここまでいくと全く隙がないデッキのように思えますが、意外にも東西でトップ8に入賞したのは1人のみ。実はさらに安定して活躍していたデッキがあったんです。それがボロスエネルギー。東西合わせて4人がトップ8に入賞する圧倒的な成績を収めています。モダンで赤白のデッキがトップメタに来たのはグランプリ神戸14でボロスバーンが優勝した時以来ではないでしょうか。このデッキの強さはエネルギーを使うことでテンポもカードもアドバンテージが取れるというところ。魂の導き手から色めき立つ毛流と動けば、2ターン目に鏡ありの偶話が着地してしまうこともある高速展開が魅力です。自分も実況していて驚いたのがナガティルの最下層民アジャニの強さ。2マナで12プラス21の基本スペックだけではなく、変身した時のパフォーマンスは化け物というほかありません。毎ターン21トークを生み出せる上に、赤いパーマネントがあればさらにクリーチャーの数分のダメージを叩き出せます。これが中精度ゼロ能力なのはさすがにバグ。また火の怒りのタイタンフレイジもミッドレンジ対決を制するのに欠かせないカード。適当に出しても3点火力として使える上、後半は脱出で攻撃するたび9点。コンボに対してもしっかり対策カードを引いていれば、相手が乗り越える前にゲームを決めきれる高い攻撃力を持ったデッキなので、打ち消しや手札破壊がなくても戦うことができています。今週末のプロツアーでも活躍間違いなしのデッキ。さあそして東西モダン最強決定戦西エリアを制したのはクロタンネクロ。ネクロドミナンスの圧倒的なドロー能力を生かして盤面手札を制圧。やろうと思えば19点ライフをしゃらって19枚ドローも可能なイカれたカード。悪用されないわけがない。引いたカードを有効活用するために採用されているのが魂の打ち込み。ただで4点ドレインできる代わりに黒いカードを手札から2枚追放しなければいけません。がこのデッキならネクロが簡単に手札を補充してくれます。しかもライフ回復がついているのでさらなるドローもお手の物。また目視力シェロデレッドが出せればとんでもないことになります。カードを引けば逆にライフ回復するので、ネクロでカードを引き放題に。大量にカードを引いて手札を投げ捨ててダメージを与えていく姿は往年の名デッキ。ピットサイクルを彷彿させる動きで当時のプレイヤーも大歓喜。そして続いてはディミーア・マークサイド。世界チャンピオン高橋優太選手が独自に仕上げた誰も予想だにしなかった新デッキ。オリジナルデッキをいきなり持ち込んで見事トップ8入賞。強力なデッキが一瞬で全世界に広がるこの時代に、自作のデッキでしっかり結果を残すのかっこよすぎませんか。このデッキでは新たなクリーチャーとして超能力ガエルを採用。戦闘ダメージを通せばドローできる能力で有利を築くだけではなく、手札からフラッシュバック持ちの綿密な分析をしていることで無駄なくサイズアップ&ドローができるシナジーは独自のデッキならでは。個人的にめちゃくちゃいいなと思ったのが呪文ハメをメインサイド合わせて4枚採用しているところ。モダンホライズン3の新カードは2枚に強力なカードが集中しているので、メタに合わせたカウンターの選択が素晴らしい。さあ続いては新ネオブランド。ナズーが3キル、ルビーストームが2キルするならこっちは1キルだ。そんな思想で持ち込まれたのが新生ネオブランド。緑のカードを2枚通報してアロサウルスノリを0マナで出し、新生化を使って8マナのグリセルブランドを踏み倒す。そこから大量にドローしてジオノブレで10マナ以上のカードを追放し大量ライフゲイン。さらにドローをつなげて最後は速攻トランプルの大嵐の方向をスラスタにライフゲインした分だけパワーアップさせる籠城用当枠でパワー20以上にしてフィニッシュ。花見盛りの多さが初手にあれば禁断のワンキルも可能です。モダンホライゾン3以前にも存在したデッキですが、新戦力を得て生まれ変わりました。新たに得たのは次元の創生。
手札を整えるだけではなく、アロサウルス乗りのコストとして使用可能で、状況によっていろいろな使い方が可能。またフレイヤリーズの信奉者はクリーチャーでありながら土地でもあるため、土地が欲しい時に召喚師の契約からサーチできるようになり、安定性が向上。失敗すれば全てを失うオールインコンボですが、相手の準備が整わないうちに決めきる必殺デッキとして今後磨けるようになるかもしれません。続いてはジェスカイエネルギーコントロール。さてモダンといえばデッキが多すぎるがゆえにマークしきれずコントロールがなかなか活躍できない環境という印象がありましたが、今回は東西どちらもジェスカイエネルギーコントロールがトップ8入賞。コンボもアグロも超強力なこの環境においてコントロールデッキを支えているのが空の怒り。 X マナを払ってエネルギーを獲得し、その後使ったエネルギー以下のマナ総量を持つカードを一掃するカードですが、もともとエネルギーが溜まっていれば X=0、 つまり2マナで盤面をリセットすることも可能。正直このカードかなりおかしいことが書いてあって、クリーチャーだけではなくアーティファクトエンチャントも流せます。ルビーストームのルビーの大メダル、モンスーンの魔導士ラルも同時に対処できますし、ナドゥーコンボのウルザの物語も土地ですが破壊できます。もちろん対抗呪文などの打ち消しも完備。最後は火の怒りのタイタンフレイジがゲームを畳みます。現状メタゲームの流れとして、ナドゥーが強いからのナドゥーよりキレターンが速いルビーストームが強いからの妨害プラス攻撃力が高いボロスエネルギーが強いという経緯があったので、東西モダン最強決定戦ではアグロに強いコントロールデッキが勝つと事前に予想したんですが、残念ながら叶いませんでした。しかしプロもかなり注目しているアーキタイプであり、ボロスエネルギーが帯同した直後だったので、まだまだリストが固まってなかった様子。1週間後の今週のプロツアーでは結果を残してくれるのではないでしょうか。ということでモダンホライゾン3に登場したヤバすぎるデッキについて紹介してきました。次に勝つのはねコントロールデッキだとね予想しているんですが、コントロールデッキが勝てば次に勝つのはエルドラージトロンのような高コストでパワフルなデッキになると思います。今後もね毎週勝つデッキが変わる面白い環境になっていくと思いますので、ますますモダンから目が離せません。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけでトロピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。